はい。こんにちは、山遊びのたけしです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、現在私たち夫婦はですね、東南アジア周遊旅行中でございます。今回の動画はカンボジア編の、はい、1回目となります。はい、で今ですね12時、正午ちょうどなんですけれども、今バンコクの、ドンムアン空港というところにおります。はい、で今日はここからですね、エアアジア X に乗りまして、カンボジアのシェムリアップを、目指していきます。はい、で搭乗時刻があと1時間後ぐらいに、搭乗時刻じゃないですね、出発時刻があと1時間後ぐらいに、なっておりますので、今、ドンムアン空港内のゲートに、向かっているところです。はい、でこの26番、はい、ゲート到着しました。こちらからシェムリアップ行き、出発しますので、こちらでね少し、待機したいなと思います。24、はい、24です。26とさっき間違えてましたのでご注意を。はい、で一応タイとカンボジアは、時差なしで、バンコクからシムリアップまでは飛行機1時間ちょうどぐらいですぐに到着します。で当初ね考えてた時はタイカンボジアは陸路でバスとかで行くって言ってたんですけども、飛行機がねめっちゃ安いんですね。やっぱ7000円とかでここ取れて1人で、バスにしても多分半額ぐらいなんで、そんな数千円ぐらいの違いなんで、まあそれやったら飛行機の方が楽やし早いし、ちょっとお金で買うかということで飛行機を取った次第です。はい、もし陸路でねこう国境を越えるっていうところも、あのもちろん楽しいイベントたくさんあると思いますので、そういう方法がいいなっていう場合は、はい、高速バスなんかで渡るということも可能になっております。はい、今ですねタイバーツで200バーツぐらい今手元にありまして、できたら使い切りたいというところで、何か、はい、使えないかなというところで売店を探しております。なんかお菓子とかちょこちょこと買えたらいいかなって言ってことでね、タイバーツをめちゃめちゃこまごましたものを買ってきました。300バーツちょいぐらいあったんですけど、いろいろ買いました。お水、お水でしょ、これは着いたから食べようかな。バーベキュー味のチップス、これ美味しそう。ほんで、はい、スニッカーズやろ、なんかお猿のポッキー、お猿のバナナ味のポッキーでしょ。メントスが2、ミントとフルーツ、M&M、はい、です。300バーツで空港でこれぐらい買えますので、余ったお金は有効に使いましょうということでたくさん買いました。カンボジアでシェムリアップで食べましょう。はい、ゾーン2、我々22番の AB ですので、ゾーン2今呼ばれました。はい、ということで、はい、乗っていきます。一回あれかな、陸降りるんかな、なんか直接乗れるんかな、多分帝国ぐらいで出そうな感じでございます。今12時30分ですね。はい、楽しみでございます。2回目のエアアジア。はい、なんかねタイカンボジア路線なんて、なんやろ、欧米系の人がもう9割8分ぐらい、ちょこちょこ日本人っぽいアジア系のっていう感じで、タイカンボジアの人たちあんま乗ってる空気はないですね、全く。ね、観光、せやな、陸路か、せやな、観光用の飛行機って感じだね、観光客用って感じです。はい、ということで22番後ろの方の、だいぶ後ろの方のお席です。はい、やっぱりさ、あのホットシートの赤いところ広いよな、多分もうちょっと、普通はこれぐらいです。膝もうちょっとでつきそうぐらいの、やっぱ行きの関空からのやつはちょっといいシートになってましたね、多分私。はい、で窓際のお席でございます。いい天気今日も。早速着きそうです。はい、カンボジアですね、
記入の紙がフライトで配られました。税関と、イミグレと入国とで両方紙を記入します、はい、結構ね紙省略されてる国が多くて、タイもね特に書類とかいらなかったんですが、カンボジアは必要ということです。でちなみにカンボジアの入国ですね、ビザが今必要です、日本人の場合、はい、で今回は E ビザ、オンラインで事前に観光用のビザであれば申請できるということで、事前に申し込みをして、それを印刷して紙で、ね、一応持ってきております、はい、で E ビザ結構便利で、その公式のサイト、カンボジア大使館のサイトかなで申請をして3日後くらいに、ね、メールで PDF が届いて、ビザ用の PDF 届きますので、それを印刷して持っていくっていうのが、ね、一番、スムーズかなと思います。で一応ね、事前の申請がなくてもアライバルビザ、到着時にビザを、ビザ代払って申請という形でも、一応 OK になってますので、そこは、まあ、ご都合の良い方法でということで、ちょっと余裕があったら事前にやっておくとベターという感じで、お伝えをしておきます。はい、ということでシェムリアップのアンコール空港に降りました。はい、ちっちゃい空港これがターミナルです。はい、来ましたね。暑いな。飛行機からね見えてた景色がバンコクとは全く違ってね、こうカンボジアらしさを感じてますけれども、ワクワクが止まりません。はい、歩いてね今ターミナルの方に、はい、こんな感じで移動しております。いやー、いいっすね、カンボジアのジリジリした日差しとカンボジアっぽい空気が。暑いな、なかなか。個人的にはですね、シェムリアップは2回目なんですけれども、あー、こんな感じの空港やったなーっていう、なんかちっちゃくてコンパクトでいい感じですね。皆さん飛行機の中でかけてない人はね、はい、紙を書いております。入国審査の方完了いたしました。ですね、 E ビザ申請してよかったですね。アライバルビザはちょっと列ができていて、ちょっと並ぶような感じでございました。先に取っててよかったです。もうパスポートと一緒にね出すだけで、はい、ベッてパスポートのページに貼ってくれますので、はい、そんな感じでございます。あとは特に何日おるんとかそんぐらいしか聞かれなかったですということで、はい、ちょっとご参考にしてください。ただ結構ね一人一人タイに比べると入国にかなり時間がかかる、これ入国審査ですね。はい、ということで少しはるかさんを待っております。はい、でここからですね、アンコール空港から実は今日泊まるホテルの送迎の方が、無料でね送迎来てくれるということで、多分税関とか通った後に、待っててくれるんじゃないかなと思いますので、送迎のトゥクトゥクに乗ってホテルの方にまずは移動していこうかなと思います。はい、ということで、税関も終わりました。なんか箱があってドロップって言って税関の紙、イエスイエス、たけしイエスイエスナイスとミーティー。私セットセットはい、セットサンセットセットセットさんです。おじさんが、名前は、はるか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 、はい、トゥクトゥクでお迎え来てくださってます。はい、イエス、ハロー、ハロー、こんにちは。慣れてはりますね。何日続いていますか。4日、あ、はい、丸3日ぐらいですね。4日間です。はい、滞在します。エコか分かる、エコか、分かんない、分からない、分からない。少し、はい、とりあえずですね、もう連れられるがままにということで、連れられるがままについていきます。カンボジアって感じですね。空港の前がもう空港の前っていう感じの、これがカンボジアでございます。はい、鉄道もなければ、バスターミナルもなければ、もうトゥクトゥクオンリー。ちょっとゆっくりゆっくりゆっくりね、ゆっくりね。アジアね、いいね。 OK、 OK、 カモン、 OK、
くるくなります。よろしくお願いします。 OK、 よいしょ。毎日雨、雨が降ってる。うん、ちょっとこれから降るかな。あー、高そうなんや。そうやね、雨季やから。今日はどこに行きたいですか？今日はね、まだあまり考えてない。待て、明日。明日。明日アンコールワット。明日アンコールワット。Yes。何時から行きたい？Maybe sunrise。Sunrise？ Early morning。Yes。Early morning。We can leave at 4:30。4:30。Yes。では、では、行きますよ。行きますよ。はい、トゥクトゥクでございます。タイではコスパの悪いトゥクトゥクですが、カンボジアはおそらくトゥクトゥクが主流ですね。タイタクシーよりもね。はい、気持ちいいな。向かっておりますけれども、カンボジアはですね、バイクのノーヘル率 90% ぐらいですね。今1台、まあ、100% って言おうとしたんですけど、今すれ違ったバイクヘルメットしてましたんで 90% ノーヘル率ということで、めちゃめちゃノーヘルです。で、ただひたすらまっすぐの道を今市街の方に向かってます。いや、気持ちいいな。カンボジアらしいわ。シムリアップって感じや。いやーね、開放的。若干ね、街になってきまして、この辺から市街地入っていくんでしょうかね。はい、空港はちょっと街の外れにありますんで、少し移動してきました。ああ、はい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 。指示器はありませんのでね、おっちゃんと出会いしますよ。そうね、はいはいはい。はい、ということで酒番水、おお、いいね、やってきましたよ。わあ、すごいね、すごいね。おお、綺麗な、綺麗なとこ。わあ、すごい。ここに座ってください。あ、ここ、こっち、こんなことまで照らしが。このジュースとおしぼりを出していただいて、いただきます。座って待ちましょうか。せやな、そういうことやな。そんなゴクゴクって飲むあれじゃなかった。ここで飲むべきでした。もう立って飲んじゃいました。お前ら飲むの早すぎやろと。はい、ということでね、お部屋にご案内していただけるということで、はい、すごい笑顔の可愛い青年が連れて行ってくれてます。216のお部屋になりますね。はい、うわ、すごい綺麗なとこ。わあ、めっちゃテンション上がるな。すごいわ。いえ、それ Thank you。 Thank you。 わあ、すごいかも。広い。わ、ちょっと皆さん、ちょっとチラ見してみ、してしまいましたが、ちょっとルームツアー慣れてしまう前に、うん、ルームツアーやります。はい、まず入り口カードキーでございます。はい、でポンに挿してですね、電気がここでつきますよ。でですね、入ってすぐなんかお水、それからケトルとか、なんかコーヒーのこんなんとかありますね。コーヒーカップとか。そしてですね、こちらベッド、いいやん。わー、めっちゃ広い。深い、めちゃ深い。深いです。で、クーラーもちろんありまして、ランタンがありまして、でなんとですね、サムスンのテレビがあります。テレビがある。これはなんか、そういう YouTube とか見れるんでしょうか。でですね、こちらに、これはリビング的な第2の部屋が、で鏡があってですね、鏡の下に
冷蔵庫があります。冷蔵庫があって、なんかこう引き出し、あ、貴重品入れかな、これ鍵が閉まりますね、貴重品入れとかってですね、すごいな。こちらがシャワールームでしょうか。すごい、この水道が、洗面が、なんか石が置いてありますね。なんか歯ブラシとか、歯ブラシとかクシとか、なんか石鹸とか、ドライヤーももちろんついてる。で、おトイレです。で、バスタオルがあって、なるほどね。ちゃんとお湯、水ってこれ蛇口分かれてますんで、おそらくちゃんと出るんでしょう。今やるとこうやって濡れちゃいますからね。すごい、水圧十分です。そしてこちらですね。あれ、ここか開きます。おお、少しゆっくりできるテラスみたいな。こっからですね、外がこんな感じでテラスになってます。すごいな。わあ、じゃあ、あ、バスローブがある。1日パジャマや。1日のやつがありますね。わあ、貴重品ね、ここにあるわ。ほんまやね、ここやね、貴重品ね。こっちやったの、こっちもね、鍵あったけど、これが貴重品ですね。で、スリッパ、スリッパも。わあ、至れりやな。いや、いいね、いいですね、これは最高やん。めっちゃいいわ。ということで、ルームツアー以上でございます。はい、ということですね、ちょっとホテル入って一息しておりました。今時間がですね、3時半になりました。ちょっとお腹減ったんで、外にご飯食べに行きたいなっていうのと、あとちょっとやりたいことが、明日明後日のちょっとツアー関係の予約で、できたら明日アンコールワットにちょっと朝日絡めてね、アンコールワット遺跡群散策に行きたいと、あさってはできたら、トレンサップ湖、っていうめちゃめちゃでかい湖があるんですけど、ちょっとその湖の方に遊びに行ったりとか、水上集落みたいなところの、なんていうか見学というか観光というか、そんなとこもちょっと興味があって、明日あさってぐらいで行けたらなーっていうので、ちょっとホテルのフロントで聞いてみたりしたいかなと思ってます。あとは、あの、空港出てもう一瞬でピックアップされましたんで、お金が今全くないです。なのでちょっと、お金を下ろしたいんですけれども、はい、カンボジアはですね、ルピアっていう現地通貨、ルピア、インドネシアや、それ リエルリエル、カンボジアはですね、リエルっていう現地通貨と、アメリカドル両方通用するっていうことなんですけども、多分ね、ドル持ってた方がいろいろ観光地行くには便利なんじゃないかなっていうことで、ATM でもクレカのキャッシングでドルが下ろせるみたいなんですね。なのでちょっと最寄りの ATM 行って、アメリカドルをいくらか下ろして、ちょっと現金入手したいなと思ってます。はい、ってことでね、部屋出ましたけれどもね、ちょっと雲行き怪しいですね。のうんちゃんもですね、毎日雨降るよって言ってました。はい。なんで、まあ、今ね、タイ2日間、もう夕方降られましたし、カンボジアもそんな感じなんかなというところで、はい、なるべく夕方には、ホテルとかでゆっくりしておくっていう感じで行きたいなと。水が落下しました。すごく落下しました、水が。ここですね、プールがね、ありまして、ここに結構広いプールと、なんかこう寝転がれる、これめっちゃいいな、めちゃめちゃいいな。ここで昼寝とかしたら最高。いやー、いいですね。 Which is, the first one you can see sunrise in Angkor Wat Temple. Yes.はい、ということですね、今、フロントのちょっとお姉さん声かけていただきまして、明日と明後日のツアー申し込みまして、明日がなんかトゥクトゥクチャーターの、アンコールワットとかサンライズ4時半集合で、
はい、ちょっとかなり朝早いですけれども、はい、朝からちょっと楽しむコースで、あさってが、午後やね、うん、午後のトレンサップ湖のツアーということで2つ申し込みましたんで、だいたいシェムリアップの予定が立ったということで、うん、はい、そんな感じでございます。はい、まずは ATM ですね。 ATM 探しますよ。ありましたね、 ATM。 すぐ出たとこに ABA 銀行 ATM ありますんで、ドルで下ろしたいと思います。ということで、100ドルやな、100ドル下ろしました。というのが対象単位が100やったんでね、50ぐらいで良かったんですけど、ちょっと多めに下ろしまして、はい。でですね、このホテル出たとこすぐにいろいろ食べ物屋さんありますので、どっか入ってご飯食べようかなと思います。こういうなんか良さげなソファーのお店でも2ドル、3ドル、安いな。やっぱどっか、じゃあここにしましょうか。ピザとかありますし。ハロー、めちゃめちゃThank you. めっちゃいいです。No. ということですね、タッチパネルでメニューやってまいりました。なんかこの景色にあまり見つかわしくないタッチパネル式の、まずはですね、アンコールビールでございます。 Thank you. Thank you. 来ましたよ、来ましたよ。でねねね、明日見ますよ、アンコール。いいね、いい音。乾杯。うめえ。あー、美味しい。あー、美味しい。最高やん、この明るい時間が。今ね、4時15分です。最高やん。この空気、雰囲気、最高っすね。今一杯目飲んで食って、ホテル帰ってちょっと昼寝して、またパブストリートに出かけて飲んで食ってっていう最高の一日でございます。はい、でここですね、ホテルあるところが、まあ割と目の前店もたくさんあるようなエリアなんですけども、多分市街地でいうと若干端の方にはなるのかなっていう感じです。パブストリートっていう飲み屋さん街があるようなあたり、オールドマーケットとかあるとこかな、市場とかがあるようなところが多分一応中心なんかな、市街のな気がするんですけれども、そこまでどれぐらいだったかな、結構歩いて、全然歩いても行ける距離、500m、1キロぐらいかなっていう感じで、ただ全然この辺でも、ホテルの辺でも飲み食いできるかなっていうところで、いいですね、酒場ホテル、いい立地だと思います。めっちゃ美味しそうですよ。はい、ではいただきましょうか。いただきます。食べよう、春巻き。いただきます。うま、うま、うん、めっちゃうまい、めっちゃうまいわ。これ美味しいな。めっちゃ美味しい。こいつらね、このタレがうまいんですよ、バカ。これがうまいんですよ。うまい、美味しいわ。これは何？ちょっとピクルスみたいな。ピクルス的なやつか。うん、美味しい。めっちゃ美味しい。にんじんとか、大根的なやつとか、うん、お漬物じゃないけど、お漬物みたいな感じ。はい、カンボジアピザです。なんかシンプルやけど、めっちゃうまそう。チーズで、ゆで卵で、これはベーコンね、サラミかな、サラミみたいな。これかけたらいいかな、つけて食べるかな、つけるかな、つけるかな、うん、あちあちや、あちあちや、あちあち、だいぶ熱い。なるほど、おいしそう、うまそうです。あ、うまっ。うん、うん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 、おいしいわ。おいしい。これバーベキューソース、あのケチャップか、ケチャップか、ケチャップか、ケチャップや、うん、
あ、めっちゃ美味しい。ずっとね、アジア料理いただきましたんで、うん、いいですね、こっち全部挟むといい、美味しいな。このね、人参と大根のピクルス的なやつ、これも美味しいです。これピクルスみたいなやつ、うん、美味しいわ。春巻きもうまいし、この春巻きもめっちゃ美味しいな。一応ね、春巻きもピザも割と思った感じの味やな、うん、思った通りうまいっていう、うん、合いますね、日本人の口に、我々の口に。美味しい、めっちゃ合いますわ、美味しいわ。ということで、ごちそうさまでした。美味しかったです、ありがとうございました。とても居心地のいい食事でした。 Thank you. Thank you. バイバイ。あー、いいですね、良きでしたね。ホテルから出てほんの1分ぐらいのところに、いや、結構お酒もビールも飲んでいろいろ食べてたんですけども、 $8.75 ということで、お手頃価格やね。バンコクでこれやったら2000円ぐらい使いそうな感じだけどお手頃でございます、はい、ちょっとね、まだ日高いんでね、4時台なんでね、一旦ホテル戻ってふーって休みたいと思います。ちょっと日が傾いてきたらパブストリートの方、中心街の方向かおうかな。おですね、はい、はい、っていうですね、少しホテルでゆっくりしました、というか寝ました。気持ちいい、めちゃめちゃ気持ちよかったですね、はい。ちょっと目覚めた頃にね、めっちゃヤシの木バッサーなってて、あのスコールの雰囲気が漂ってたんですけども、降ってないな、多分結局な、結局降ってない感じで、ちょっと収まってきましたんでね、ちょっと夜の街出かけたいかなと思います。はい、パブストリートまでね、 500m ぐらいホテルからに10分ほどかな、歩いて着くかなと思いますので、ちょっと散歩がてらパブストリート行って、はい、ちょっと美味しいもの食べたり飲んだりまたしたいなと思います。夜ですね、おー、ほんまに雲なくなってるわ、晴れになってるわ、ね、ブラザーがないよね、パブストリート行くまでも飲み屋さん的なところはめちゃめちゃ多いですね。さすがホテルとか同観光客エリアなので、お店にはやっぱ困らなさそうな、はい、夕方ですね、夕方行ったところ、店舗っていう名前のお店でした。はい、ここにですね、スーパーというかコンビニ、スーパーありまして、24時間営業なんですね。店舗ミニマートっていうやつ、これめっちゃいいです。すぐのとこに、2分ぐらいのとこにありますから、これは心強いですよ。はい、パブストリート、あそこからスタート。わあ、明るっ、なんか近代的にでもあるんだあ、こういう感じね、すごいわ、トクトク、あ、ノーだよ、安いね、安いね。はい、ということでパブストリートに到着しました。はい、こんな感じです、入り口、これから始まるんすね。ギラギラやな、明るっ、へー。もちろんね、ここ以外にもたくさん、あの、いっぱい飲食店あるんで、どこでもいいかなと思うんですけども、なんか特別雰囲気楽しいな、うん、ズチズチやな、ズチズチやな。ここは歩行者天国なんやな、うまいね、車の天国、はい、で飲食店基本なんですけど、なんかちょこちょこお土産屋さんとかも見えてますんで、お土産探しもいいかもしれん。わー、おー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 、はい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 、お店たくさんありますよ。こっちもお土産もたくさんありますよ、なんか。こっち行ってみようか。うわー、楽しいな。いいなー。あー、いいね。いいですね。いいですね。何にしよっかな、迷うな。どうしよう。ハッピーアワー。多分ハッピーアワー中。
入ってみましょうか。2階に見て、ガタガタの階段、ガタガタや、崩れそうな階段、ひどっ。あー、いいね、めっちゃいいね、めっちゃいいね。いいね、あそこ行きたいなっていうところに案内してくれた。さて、ビールがやってきました。最高や。じゃあいただきましょうか。お疲れ。うめえ。あー、うまっ。めっちゃ冷えてる。めっちゃ美味しい、ね、最高や。いい気分や、マジで。あー、イクメールカレーみたいなやつを頼みました。めっちゃうまそう。おいしい。わあ、おいしそう。結構サラサラめのスープ。うまいよ。で、チキンとか、これはじゃがいもかな。で、人参とか。具材は割とオーソドックスです。このサヤインゲンみたいですか。ちょっといただきたいと思います。いただきます。まずスープから。ノースパイシーです。ノースパイシーのカレー、スープカレー。全く辛くない。ココナッツみたいな。でもどう？ココナッツでもない感じするな。美味しいわ。美味しい。美味しいわ。はい、カニのオムレツが来ました。ありがとう。オッケー。あ、美味しそう。これ上は何が乗ってんのやろな。なんか鶏のささみみたいなやつがかかってます。じゃあオムレツの方もいただきたいと思います。オムレツです。カニのオムレツです。いただきます。おいしいわ。うん、この上のパラパラはカニですね、多分。おいしいわ。ね、カンボジアのクメール料理は結構海産物系が多いっていうことで、魚料理とかも多いみたいなんでね、いろいろ食べれると嬉しいですね、今から。ちなみにですね、こちらのタレ、これはどんなタレなんでしょうか。ちょっとチリソース的なことかな。チリソースやな。チリソース。うん、これでは全部口に合いますね、こっち来てからね。両方めちゃめちゃ美味しかったです。カレーね、東南アジアカレー辛そうな、なんかスパイシーなイメージがあるかもしれませんけど、結構マイルドなカレーにたくさん出会っていて、うまいな、全部な。鶏肉がめっちゃうまい。カレー自体ももちろんうまいし、いや最高ですね。メニュー見て迷ったらカレーでもいいぐらい。なんかでも一つ一つ味も色も違うし面白いですね。はい、ということでね、1軒目お会計今してますけれども、バンコクはね、結構なんやろ、めちゃくちゃ都会でこう人々の日常が普通にナイトマーケットとかにもあって、まあ、その中にこう自分たちが入っていってるっていう感じが、それはそれで楽しくって、で逆にこのシムリアップはもう観光 100% みたいな感じの街なので、ここはもうなんやろな、非日常空間やね、これ完全にな。そうやな、海はないけどほんまリゾートみたいな感じで、その空気感、ゆったり流れる空気感がすごく心地いい感じがしますね。初日の夜にしてもだいぶ気持ちよくなっておりますまだまだ楽しいこと待ってますんでね。はい、Thank you。 はい、とてもいいお店でした。なんか生ライブをずっとやってくれてましてね、めちゃくちゃいいお店です。はい、$16、2000円くらいということで、パブストリート自体にそんなに、カンボジアの物価にすると安くないですけれども、まあ、その分、楽しめるかなっていう。でパブストリートからちょっと出たらね、もう地元のレストランとかやったら
あの1ドル、2ドル台で飯とかチャーハン 1.5 ドルとかありましたからね。はい、あの本当に安く済ませたいっていう場合はパブストリート少し出ると本当に安い屋台レストランありますんで。こちらですね、オスカーズナイトマーケット。オスカーズナイトマーケットって書いてます。なんかちょこっとこういう衣料品の店とかがありますね。続いてますね。 T シャツ、 T シャツ、あー T シャツいろいろ。 T シャツ欲しいね、欲しい。慣れてますね皆さんね。 T シャツ、アンコールバージョンやないですか、ノースフェイスの。いいやん、Have a size. Have more color. 色違う。色違う。What size? なんか下がりましたね。なんか裏路地みたいな、路地みたいなところに、マーケットからつながってるこんな飲食店もあります。なんかおしゃれやな。おしゃれですね。おしゃれですね。お店に入ってるんかこれ。ハロー。お店に入ってる？あ、お店に入っちゃいました。すいません。お店入っちゃった。あ、すいませんすいません。失礼失礼。失礼しました。入っちゃいました、意図せず。めっちゃお店やった。めちゃめちゃお店やった。これあんま横断、あの横断はしない方がよろしいです皆さん。お気をつけて。知らぬ間にお店に吸い込まれてました。なんかお土産屋さん的なやつも結構たくさんありますんでね、皆さん酔った勢いで買っちゃってください。はい、はい、ドラフトビール 0.5 ドルハッピーアワーというかもう常にハッピーアワーな。はい、ってことですね。2軒目に入りました。あのちょっと外れただけでね、あのやっぱ安い食堂があるんですよね。はい、でここはビール、ドラフトビール 0.5 ドルハッピーアワーって書いてる、常にハッピーアワー。なるほどね。ここは1ドルって書いてるけど、けどってことなんですね。 0.5 ってことなんかな。生ビール2つ頼みまして、いけーということで、2杯目いただきます。乾杯。おいしい。うわ、はあ、冷えてるわ。うん、そう、冷えてるよな。冷えてる、おいしいわ、やっぱ、はあ、もうね、お腹いっぱいなんで食べ物いらないんですよ。もう、飲むだけ十分です。2杯で1ドルです。すごい世界。そんなことあんねんな。2杯で1ドルか、マジ。さっきのお店もご飯は結構高いけど。そうやね、お酒は安いな、基本な、このパブ通り。なので何軒もパブを楽しみつつ、あまりちょっと費用も抑えながらっていう場合は、こういう食堂的なところで、パブストリート外れたところで飯を食う、パブでたくさん飲むっていうのがコスパ的には最強かもしれないです。ほんまにそうや。あ、そうそう、ほんでなんかさっき16ドルの会計で20ドル出したら4ドル分は、リエルで返ってきましたっていう感じで、まあドルが基本流通はしてるんですけど、補助通貨みたいな感じでリエル、カンボジアリエルが使われてますんで、お釣りでちょっとずつこうリエルが入ってきて、まあ屋台とかそういう現地通貨使えるようなところやったら、それでそれも使いながら払ってみたいな感じで現金はやりくりできるかなと思ってます。はあ、初日の夜最高ですね、シェムリアップ。また2日間夜あるから、何回も来れるよ。楽しみやな。ねえ、いやー最高です。パブストリートちょっと外れるとね、静かやし、うん、落ち着いてなんか飲み食いできたらっていう人はちょっと外れてもいいかもしれない。ギラギラワイワイが良かったらパブストリートはもうめちゃめちゃ楽しいと思います。ワンコがね、めちゃめちゃ道路を渡ってるんですけど、お利口ですね、野良ワンコが。
ちゃんと左右確認してたな。野良ワンコも偉いっすわ。慣れてた。野良のワンコは群れを作るのか単独で生きていくのかっていう話をしてたんですけども、知ってる皆さん教えてください。一匹で生きていくんですか、野良のワンコは。なんかアジトっていうか数的なとこがあるんですかね、群れの。どんな、どうやって生きてるんやろ野良のワンコって。なタイも多かったけどカンボジアもっと多いよ野良犬。そうやね、野良犬が多いね。はい、2杯でワンダラーでございます。はい、1ドルか4000、リエルかっていう感じでございました。安いビールをいただきました。ありがとうございました。Thank you! Bye! はい、良きですね、良きですね。はー、最高や、いい気分です。今ですね、お時間が8時40分、で、明日がね、4時半にサンライズアンコールワットに出かけますんで、今日はちょっとこの辺にして宿の方に戻ろうかなと思います。アイス食べんで。あ、アイス食べたい。アイス食べる。そうそう、アイス食べようって言ってたんや。アイス食べますよ。オレオのアイスを注文しました。2.5 ドル、ビールの5倍のアイスでございます。ビールが安すぎるわ、ほんまそう。ビールが安すぎるわ。 0.5 ドルはやばいよ、ビール。どういうことなのな。こうやって、めっちゃ美味しそう。美味しそう。はい、オレオのアイスでございます。トッピングがですね、まずこれなんかパラパラ散らすやつ、これを散らしますよ。こんな感じで散らします。チョコレートソースかな。おお、なるほど。こいつを一本刺します。はい、完成でございます。美味しそう。食べましょうか。いきます。おいしい。うん、オレオ、オレオのアイス。ほんとおいしいわ。オレオ味。うまいな。おいしい。おいしい。うん、たくさん入ってますね。確かにボリューミーなアイス。はい、ということでね、ロールアイス美味しいな。またちょっと明日明後日と違う味食べたいと思います。美味しい、美味しいわ、ロールアイス。で、パブストリートなんかすごいにぎわい増してるな。なんかズンズンしてる。ズンズンしてますね。にぎわい増してるわ、完全に。激安2ドルの T シャツが2ドルです。安すぎる。いや、やっぱノートクトクトデイ かわいいな。ノートクトクトデイ、4ドルでございます。激安、激安ガバガバ縫製 T シャツ。Thank you. Thank you. T シャツ購入でございます。楽しいわ、激安。はい、パブストリートからね帰ってるんですけれども、ホテルの辺のねレストランめちゃめちゃ安いですね。まあ、行きしにも見てたんですけどね、チャーハン 1.5 ドルとか、だいたい2ドル、 2.5 ドル以下ぐらいで飯食える感じのレストランがたくさん。まあ、パブストリートまで行かなくてもいいかもねっていう感じでですね。はい、ホテルのね目の前にですね、はい、
ちょっとコンビニがありますので、生活用品とかも売ってますね。飲み物が、お水はどこにある？水はどこだ？あ、水あります。 1.5 リッターで 0.5 ドルです。そう思ったらビール安いな、マジで。何あのビール 0.5 ドルのどういうこと、どういうこと。カラムーチョあります。カラムーチョ、カラムーチョがいい。いや、大丈夫です。はい、っていうことですね。無事に、酒場ホテル、泊まっているホテルまで帰ってきました。はい、っていうことですね。今日はバンコクから飛行機でシェムリアップに移動してきまして、午後からいろいろと、食べ歩き、飲み歩きをしましたけれども、初日からすごくシェムリアップの街楽しむことができました。はい、で明日明後日はね、いろいろと、ワンデートリップツアーに出かけたりと、シェムリアップますます楽しんでいく予定ですので、皆さん次回も、続き、ご覧いただければと思います。はい、ということで、今回の動画少しでも役に立った、面白かったという方はチャンネル登録とグッドポイントよろしくお願いいたします。はい、では次の動画でまたお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。